北畠正里は、室町時代中期の武将、区下、伊勢国氏北畠や第五代当主。名は、西武、西京、正勝と改めた。居所は、滝御所。元服に際して、室町幕府第八代将軍、足利義政より返記を与えられ、西武と名乗る。文明三年父、北畠京具の死後、家督を相続し北畠家当主となる。 意味なお制から聖教に改めたのも、この頃とされる。聖教は家徳を継ぐと同時に、伊勢の守護に任命された。北伊勢進出への退任名分としていたが、文明11年新たに、一式吉春が守護に任命されると、北伊勢のオスである、あの軍の国人長野市の長野聖公ら諸号と、北畑家との抗争が再燃した。 政教はしばしば北伊勢への進出を図ったが大敗し、文明十二年に和解を余儀なくされた。長野氏との戦での敗退を機に、政教から正勝に改名した。文明十八年七月に出家して、無害津法と合し、四十歳前後で家督を、着難、久方に譲ったという。政教の第二、宇治山田合戦が再発すると、 文明18年頃に介入したという記録がある。明王4年に発生した、在王やと木造氏シュゲルとの内紛の際には、氏シュゲルの側を支援していたとも言われる。生没年は、はっきりしないが、一説には、永正5年11月4日または12月4日に、去年60、また62で、多芸にて没した。弓道、馬術に優れ、和歌も良くした。 教養人とされる。仏教への関心が強く清め寺の会期のほか、両安、桂悟を招いての海岸供養なども言っている。他方で釘からは敬遠されていたとされ、父の教具が、十二県大納言、この愚法が、生三味県大納言まで除されたのに対し、自らは、十四以上を右この絵県中条までに、とどまっており釘の日記には中条への承認も何かの、 間違いと記すものもあるという。文明十年に、聖合自身が混流した菩大寺である清志岩寺には、聖教の樹像、当時回帰無害一法大禅城門の樹像がある。中世日本の肖像画としては珍しい、立った姿の画像で、しかも右上の日輪を見上げている。三は、造子自ら作った下文を清志岩寺解散の大空玄虎が、名を三年に書している。 意味は、悟りを得れば、運命に翻弄されることもない。万物は、本来、障子も滅びもしない。諸家伝による。正教の系統からは四男、剣晴れに始まる玉主が出た。また、近田だが、大河内市、シュゲルが木造し、愚勢が、神戸市の養子となっている。他に男子として、幸福寺の別等東門院へ入った、公園という僧がいる。神戸政と、 近々の後を継いだ寄りさについてはこともまごとも言われる。ありがとうございます。